TBS 日曜劇場で放送されていた連続ドラマ VIVANT が最終回を迎えた。華麗なる一族や半沢直樹といった TBS 日曜劇場のヒット作を手掛けてきた福沢克夫が原作、チーフ演出を務めた元作は、豪華キャスト陣とモンゴルロケによるスケール感のある映像が話題を呼び、日本のプライムタイムで放送されるテレビドラマとしては破格の映像作品に仕上がっていた。物語は、丸菱商事に勤める野木玲女坂井雅人が、誤送金された多額の契約金を取り戻すために中央アジアにあるバルカ共和国へ向かう場面から始まり、やがて公安警察と自衛隊の秘密部隊別班が、日本を狙うテロ組織テントを追う姿が描かれるようになる。別班の工作員という裏の顔を持つ野木は、テントの動向を探るうちにリーダーのノゴーン・ベキが生き別れとなった父、野木拓、役所広司、であることを知る。父に会いたいと願う野木は、任務でテント幹部の残る、二宮和成と接触した際に、別班の仲間を裏切り、その場で射殺。その後、ベキの身の息子だと名乗り出て、テントに潜り込むが、射殺したはずの仲間たちが生きていたことが後に判明。実は野木は、別班を裏切ったふりをしてテントの内情を探っていた。テントの真の目的がバルカの孤児救済で、ベキたちが進めているフローライト、ホタル石の採掘が可能になれば、資金調達のためにテロを行う必要がなくなると知った野木は、別班の立場から改めてテントに協力し、採掘権を横取りしようとするバルカ政府との交渉の場に、ノコルたちと立つ。その後、ノコルの親友で共同出資者だったゴビ、ババトールが、政府に寝返り、情報を漏らしていたことが判明。このままでは採掘権を政府に奪われると知った野木は、公安警察の野崎、阿部博士に協力を要請。テント解散とべきの引き渡しを条件に、公安は動き、バルカ政府側についていた日本大使館大使の西岡英子、ダンレイとバルカ警察のチンギス、バーズ LK ハグブイアバトブルドを味方につける。最終話はこれまでに、VIVANT に登場した敵、味方が一堂に会するグランドフィナーレとなっていた。フローライトの採掘権をめぐる国と企業の政治的駆け引きは、半沢直樹などの日曜劇場のドラマで描かれてきたビジネス上の戦いをスケールアップしたものとなっており、とても日曜劇場らしいクライマックスだったと言えるだろう。スケールの大きな映像と冒険活劇に、これまでの日本のテレビドラマにはなかった可能性を感じていた立場としては、スケールダウンしたようにも見えるが、そもそも物語冒頭で広大な砂漠をスーツとネクタイで歩くいかにも日本のサラリーマンという風貌の野木が登場させた時点で、日曜劇場的な企業ドラマと冒険活劇を融合させることで新しいドラマを作りたいという願いが作り手にはあったのだろう。世界を動かしているのは経済活動であり、商談による利害調整の先にしか、価値観の違う他者との共存は成立しないというビジネスマン的な価値観が、日曜劇場で作られてきた企業ドラマには存在しており、だからこそ多くの日本人に支持されるドラマコンテンツへと成長した。その、日曜劇場イズムを日本人の美学として昇華したのが、フローライトの採掘権を獲得するために、これまで敵対していた仲間たちが一致団結する姿だったのだろう。この採掘権をめぐる戦いだけで元作が終わっていれば、見事な大団円である。だが、そこで終わらないのが、VIVANT の奥深さである。交渉を成功させたべきは、幹部のバトラカ、林康文、リオ、吉原光雄と共に、公安に投降し、日本へ搬送される。しかし、3人はテントのモニター、工作員だった公安の新庄幸太郎、流星寮の協力で逃亡。べきの真の目的は、バルカで野木家を見捨てた元、公安部外事課長で、現内閣官房副長官の上原史郎、橋爪功への復讐だった。べきの真意を知った野木は暗殺を阻止するために3人を銃で射殺。しかし、べきの銃には弾が込められておらず、息子の憂い助けが自分たちを止めることを見越しての強行だった。国と家族の間で引き裂かれ、どちらを選ぶべきか。と憂い助けは苦しんだが、それは父親のべきも同じだった。フローライト採掘をめぐって、べきの葛藤は解消されたように見えたが、妻を失った悲しみと復讐心は最後まで消えなかったのだ。国や組織のためではなく、亡き妻のために強行に及んだべきに行動はとても私的な振る舞いで、息子の憂い助けに自分を殺させることも含めて、
極めてエゴイスティックな決断だと言える。それは決して許される行為ではないが、人は簡単に変わることはできないよなぁと彼の結末に、どこか納得している自分がいた。最後の最後で彼は、テントのリーダーのノボーン・ベキとしてではなく、ノギタクとして死のうとした。日曜劇場的な団結と対比する形で描かれた詩的な復讐の悲しい末路は、国と家族の分裂を描き続けてきた、VIVANT らしい結末だったと感じる。